左に花レーサーのロゴを持っていきまして、指が2本ぐらい開く、黒い部分を残して板状に、この状態で一番最初の部分、黒い部分を指2、3本ぐらい残したところと、一番後ろの部分をちょっとずらす、前と後ろをずらす感じで折っていただいて、一番最後に折った時に前に一番最初の部分が見えた方が、こう後ろの部分がね見えるとちょっとバランスが悪いので、この状態で3分の1ほど、一番後ろの方を折っていただいて、さっき折ったこの2層のところですね、それを蓋をするような感じで折ってもらう。